ハイデルベルク人の科学骨のレプリカホモ、ハイデルベル源質は人属の一種。ハイデルベルク人をホモエレクトスとは別種とするときの名称。ホモエレクトスに比べ農用量が大きく、より人間的な行動を取ることができ、これを種レベルの違いであると考える場合に別種とする。種レベルの違いはなかったと考える場合はエレクトスに含める。 エレクトスの種内圧種として区別する場合は、ホモエレクトスハイデルベルゲンシスと呼ぶ。時期は60万年前から40万年前。ハイデルベルク人は大柄で、大人の男性では、身長およそ1.8メートル、体重100キロ。使用した石器は、アシュレアンというホモエレクトスのものに酷似している。この種の設立の元ととなったのは、1907年に、 ドイツのハイデルベルク近郊のマウエル村から発見された化学骨である。マウエル村の砂採取場で作業員により偶然発見された。出土したのは化学骨ただ一個で他の部分の骨も石器などの分解物もない。この化学骨は翌1908年にドイツの人類学者シェッテンザックによりホモ・ハイドルバー・ゲンススと命名された。ハイデルベルク人と 通称される。その後、南アフリカや東アフリカでも同様の化石が発見された。これはホモ・ローデシエンシスという別の名称で呼ばれることもあるが、通常は別種とはみなされず、ホモ・ハイデルベルゲンシスとみなされる。ネアンデルタール人と比べても、眼下上流器が非常に大きく、全能部は小さい。このことから、ネアンデルタール人よりは原始的な種とみなされる。 科学骨は非常に大きく頑丈であるが、葉は小型で、原生人類よりやや大きい程度で、同時代と思われる北京原時により小さい。そのためこの人類は、原人であるのか、原初的な旧人であるのかが議論されたが、巨大な科学骨の形質や伴い出した動物化石との比較などから、時代的に見て原人であろうと考えるのが一般的である。ただし、 現世人類へとつながる系統と、ネアンデルタール人との分岐直前の時期、または分岐後のホモ・サピエンスへと続く、系統側で、ホモ・サピエンスに進化する前段階には、旧人段階のホモ・ヘルメーアあるいはホモ・ローデシエンシスにまで進化していたことも考えられる。ありがとうございます。